皆様こんばんは。本日ここに来ることができて非常に嬉しく思っています。で実際にこのトラクターコントロール X1 のこう実際のプレゼンテーションデモをする前に簡単にご紹介あるご挨拶させていただきたいと思います。この機会に少しネイティブインストゥルメンツ社のこう歴史を振り返ってみたいんですけども、まず1996年に設立されました。その当時はソフトウェアインストゥルメンツをプロデューサー向けのみに提供しておりました。いろんなこうインストゥルメンツをオルガンとかシンセサイザーとかサンプラーを提供してたんですけども、全てプロデューサー向けにその当時は提供させていただいておりました。しかしその当時プロデューサー向けに商売をしていたにもかかわらず、多くのこうエレクトロニックミュージシャンと交流がありました。で彼らはこうホームミュージック、テクノミュージック、ベースアンドラムなんかを非常にこう演奏しておりまして、その流れとして自然な流れとして我々はプロデューサー向けだけではなくて DJ 向けにもこう製品を提供したいと思うようになりました。で2001年になるんですけども、ネイティブインストゥルメンツとしては初めて DJ 用のソフトウェアを発売いたしました。それがトラクターです。で2001年以来このトラクターの製品についてこう改善に非常に努めてまいりましたが、ユーザーも非常に増えてまいりましたが、実際に非常に大きなこう現実的な成功を収めるには長い年月が2001年以降かかりました。で2006年の末になるんですけれども、この時ネイティブインストゥルメンツは DJ 用のから、この時にこのトラクターの DJ 用の製品から来る売り上げ、また顧客ベースはたったの 10% でした。で2007年なんですけれども、偶然かどうかは分からないんですけれども、この時にトラクタースクラッチって新しい製品を販売しました。このトラクタースクラッチはターンテーブルを用いてこのトラクターソフトウェアをコントロールできるようにした製品です。でその時2007年になって初めて5年間その間長い時間をかけて大きな投資をしてきたんですけども、このトラクタースクラッチの導入によって非常に多くの DJ が突然トラクター、また合わせてトラクタースクラッチを購入したいという方が DJ が大きく増えまして、数が増えまして、そこで初めて大きな成功を収めることができるようになりました。はい、で2007年から2009年といっては大きくいろんなことが起こりました。いろんな製品を発売させていただきました。トラクタースクラッチ、スクラッチに加えて新しいオーディオインターフェースを発売いたしました。オーディオ 8DJ、 またオーディオ4、ごめんなさい、オーディオ 4DJ、 それからいろんな新しい機能バージョンを発表いたしました。トラクタースタッチに関わらずトラクタースクラッチ量、トラクターデュオのような新しい製品をその間発売させていただきました。ですからトラクタースタッチ、トラクターのソフトウェア、またトラクタースクラッチのこうシステム、オーディオインターフェース、非常に多くな製品群を持つようになったわけです。それに加えてオーディオインターフェース、つい最近数ヶ月前のことですけれども、オーディオ 2DJ の方も発売させていただきました。ですから非常に多くの製品群を持つに至りましたが、今日なぜここ私がここに来日しているのかご説明したいと思います。So, DJing is not only about で DJ っていうのはこう大きなこう機能だけを扱うだけでは、機能をこう扱って遊ぶだけでは意味がありません。でここでこう我々はこのソフトウェアをこうコントロールできる、いわゆるこうソフトウェアをコントロールするには今までこうマウスとかキーボードを使わなければいけませんでしたけれども、新しいこうソフトウェアのコントロールの方法を我々は提供いたします。こう身体的に直感的にソフトウェアをコントロールできるのです。でこの新しいトラクターコントロール X1 は世界に先駆けて日本において初めてこう世界に先駆けて日本において先行発売させていただきます。でこのトラクターコントロール X1 を使うことによってトラクターの素晴らしいいろんな機能をよりこう機能を発揮して使うことができます。トラクターはこうループ、トランスポート、エフェクト、いろんな素晴らしい機能があるんですけども、このトラクターコントロール X1 を使うことによってその機能性をより直感的に自由にコントロールすることができるようになります。
でもなぜこう世界に先駆けて日本で先行発売しようと思ったのは、日本においてはこの DJ 用の製品が、ネイティブインストルメンツの DJ 用の製品についてはこう大きな潜在的な可能性があるマーケットというふうに信じるからです。また合わせて我々の長年にわたるデリケートした協力関係もあります。ここでさらに力を合わせて弊社の製品をプッシュして皆様に楽しんでいただきたいと思います。特にこうデリゲント社に対しては今夜のこのイベントをこう開催していただいて感謝申し上げます。では皆様この後のデモをぜひお楽しみくださいませ。今はですね、まあ、このホットキーを使ってですね、まあ、ブレンド的な形でですね、ボーカルとですね、トラックを混ぜていただく形ですね。次にですね、ではですね。今ですね、リレーを主に対応してですね、操作の方を行っています。